はい、アイスマンプロ X のお手入れ方法なんですけれども、もちろん、その前になんかよくね、この、水が、中のこの水が臭くなるという声をね、動画とかでよく聞くんですけど、僕はそんな感じたことないんですけど、水が臭くなるっていう話をね、聞きますね。で、一番思うのが、こう、ちょっと塩を吹くんですよね、やっぱ汗でね。それがやっぱ具合良くないですよね。で、あとやっぱ、汗がもちろんついてるんで、やっぱこう匂いですね。匂いとかが臭くならないようにね、お手入れちょっとね、していきますね。まず、もちろん、氷出して、で、水を、ひっくり返して抜くじゃないですか、水ね。もう抜いた後なんですけど、はい、水抜いて、で、これだけやったらね、この、配線の中にもこう、水が残ってるじゃないですか。ですんでね、中見てもらったらね、こっからこう、ちょろ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 水出てるんですよ。だから残ってる水を出すためにね、ちょっとモーター動かして、ちょっとこう残ってる水も全部抜くと。ですので、ちょっとモーターを動かしますね。はい、動かして。じゃあね、で、はい、逆さにすると。だからこの、もう、管の中にね、残ってた水も全部出ますんで。これ出たかな？もう水は上がってこないですね。はい、出ましたね。ということで、切りますね。はい、モーター来た。で、大事なことがね、これ絶対外してくださいね、バッテリーね。外して、で、もっと大事なことは、外した後ね、ここの、この防水のキャップを必ずはめてください。これはめてくださいね。で、これ、モデルがね、アイスマンプロ X、最新型なんですけれども、そのモーターのとこがね、防水されてるんですよ。防水加工になってるんでね、いちいちその取り外さなくていいんですよね。取り外さなくていいんで、これチャックをね、ここにモーターが入ってるんですけど、チャック閉めたままね、洗います。はい。で、ここも閉めておきましょうか、外もね。で、何で洗うかって言うたら、僕のやり方が別に正しいわけじゃないんですけど、もちろんまず水洗いですよね。でも防水なんで、もう遠慮せずに水はかけれます。はい。まず、水でザーッとこう。水洗いです。まず水ザーッと。で、塩を拭いてた部分もね、ちょっとこう、水をかけて。ほんで、スポンジちょっと濡らして、で、石鹸ですね。うちよくこの歌丸石鹸っていうのを使ってるんですけど、この石鹸を、このスポンジにこう、石鹸つけてね。で、そこまでゴシゴシする必要もないと思うんですけど、さっきの塩を拭いてたとこですね。塩を拭いてたのをこう。ちょっとこうして。で、全体的にさーっと。ほんで、こっちの部分ですよね。体にフィットしてた部分。この辺、汗ついてるんでね。このスポンジで。はい。水洗いでもね、結構、いいんですけれども、まあちょっと匂いが気になる方とか、石鹸つけてもいいんじゃないでしょうかね。で、さっきの石鹸をこう洗い流す感じですね。防水なんで安心ですよね。多分その、この方じゃない、前の方ね、アイスマンとかね、アイスマンプロとかやったら、確かね、モーターとか外さなあかんかったと思うんですよ。はい。でもこの最新型のアイスマンプロ X は、防水、されてるんでね、モーターのとこが。ですので、外さずに。もうそのまま丸洗いですね。いける、楽ですね。はい。これで、OK ですね。ほんで、干すときはですね、まあ明日も使うんでね、別にそこまで乾かす必要もないんですけれども、まあ、こう逆さにしてね、で、まあ、ここの袋の中にはどうしてもね、水が残ってしまうと。でも別にここの中の水って、巡回さす水なんで、飲むわけじゃないんでね、そこまできれいに中も水洗いする必要もないと思います。はい。ですね、このように逆さにしてね、干してもうて、で、ここのね、口閉じてたら中がちょっと乾きにくいんで、なんでしょうね、ちょっと待ってください。キッチンペーパーかなんかね、ちょっと、キッチンペーパーでもちょっと軽く丸めてね、ちょっとここの口のとこ塞がないように。はい、これちょっと挟んであげるだけでちょっと口開くんでね。こんな感じで、逆さに、ベランダに干してもうたら、もう今、もう夜もね、30度ぐらいある猛暑なんで、すぐ乾きますね。はい。で、乾いた後に、まあ、気になる方は最終、ファブリーズでもね、ファバッと振って、で、まだ使われたらいかがでしょうかということです。はい。はい、こんな感じでね、干してます。もうほんとすぐ乾きますね。で、明日も36度ぐらいの予想なんでね、猛暑ですね。はい。明日もアイスマンベストプロ X よろしくお願いします。